コミケに超進化したアストンマーチャントレーナーが現る？に対するみんなの反応。マーチャンだよ。うわ出た。むしろいなかったら異変。これって前見えるのかな？こんな暑い日に大丈夫かなとは思う。空調入れたとかなんとか。空調入れたせいで重くなって結局短時間しか持たなくなったとか。だんだん完成度上がっていくのちょっと怖い。冬にはもっと進化した姿を見られると思うと楽しみ。体感設備なら対処設備より軽いかな？コミケでもアストンマーちゃんをよろしくお願いします。マーちゃん新衣装着たらやっぱりバージョンアップするんかな？新衣装が水着になったらどうするんだろうな。そりゃお前、マーちゃん着ぐるみ真夏のマーちゃんバージョンよ。そのうち、このまま水着も入れるようになるんじゃないか。マーちゃんのコスプレじゃなくてあくまでマートレのコスプレだから。いや普通にアプリでも新しい服に合わせて作る可能性めっちゃあると思うぞ。アストンマーちゃんはそこにいます。なんてやつだー。よく見ると額のところに空気や。試しに塞いでみます。鬼、悪魔、英語の先生。お湯でも入れてみるか初期悟空。まあトレにも穴はあるんだよな。何度も制作してしかも回を重ねるほどに進化してんのほんとすげーよ。この手作り感はまあトレにしか出せない。改良した結果短時間しか持たなくなったってのがロボアニメのピーキーな期待っぽくて好き。まあちゃんではない、まあトレである。ご本人が宣伝とかしてるわけじゃなくて誰かに観測されて周知されてるのがすごい。まあトレはよくいるけど滝音トレは？光ってるやつ。もし滝トレやる人がいたら肌に蓄光塗料でも塗るんだろうか。相手が眩しいと感じるハイビームは事故などの危険を招く可能性があることから現行等義務違反になるものだよ。サンキューマユリ様。うわあまーちゃんがコミケ会場を練りダブルピースしてる。ダブルブッキング起こした結果簡易マートレとか出てこないよな。全身タイツにフェルトで作ったペラッペラのお面で練り歩くマートレ。1時間が限界、しかし限界の理由は重さ。つまり素材に軽い全炭素エアロゲルかカーボンナノチューブを使えばあるいは中の人がジムに通ってムキムキになれば稼働時間が上がる。中身しんどそう。マジで大丈夫ですか？愛が転じて呪いの装備になっとるやんけ。まあトレもそんな感じだから大丈夫。洗濯とかどうしてるんだろう。愛だよ愛、ラブ&ピース。もはや風物詩。原作マートレも確か7月に着ぐるみ作ってたはずなので夏でも着ぐるみを着てこそ真のマートレなのかもしれない。マートレさんはお一人でやってるんですか？マートレは一人見かけたら30人はいるぞ。マーちゃんのコスプレをしたマーちゃんのトレーナーのコスプレ。これ毎回同じ人なの？毎回ちょっとずつ可愛くなってるな。今回ぐらいになると普通に可愛くなってるのすごい。初期の頃は正直可愛いか？と言われるとすごいとは思うけどうーんって感じだった。ぶっちゃけ着ぐるみしてない最初期が一番手作り感とシュール味がマッチしてたと思うっすね。その情熱、尊敬しちまうぜ。着ぐるみって中に空間がありそうだからドライアイスを入れたら涼しくなりそうムチ。ちなみに高濃度は酸素も当然危険だから良い子のみんなは水冷式にしようね。今回も厚さより重さで撤退したとか。次はこのクオリティを保ったまま軽量化への挑戦だな。この情熱ぶりは筋トレに励んでそう。いつかどこかで全身タイツの簡易マートレが出現する可能性が？とキュート顔だな。そういえば目が首をかしげた鳥に見えるという話があったなぁ。細江さんのコスプレした人なら見かけたがまーちゃんのコスプレが見つからなかった。きっとどこかにトマチョップもいるはずだ。ワイは樽前推しなので樽のコスプレしてます。どうか探してください。それよりもガチ予想してたゴルシの印象が強くてのう。そうか、もうそんな季節か。ま、可愛いからいいか。マイナーチェンジじゃなくて1からバージョンアップしていってるのが怖い。見るたびにクオリティが上がってるのほんと笑うわ。だんだんこなれてくると普通のキャラ着ぐるみに見えてくる。とはいえ、一番最初のやつがそこはかとないハンドメイド味があって好きだなぁ。
手作り感が逆にリアルというか質感があるよな。髪の毛のうねうね感がなんかいいな、クプルーミを感じる。今回は耐熱、次は体感装備かな。まあトレだんだん進化してきてるな、今バージョン 1.31 ぐらいか。バージョンが上がっていくとマーちゃんが実体化しそう。着ぐるみである自分に満足できなくて最終的にアストンマーちゃんそのものになりそう。こういうの見るたびコミケに行けばよかったと後悔が。谷のギムレット競争場、3D か。コミケで会える、ジャパンもいるよ。人形、じゃなくて AR か、へぇ。MR だってよ。夢彼氏ギムレット。コミケイコール薄い本の即売会のイメージだからこういうのもあるとは思わなかった。ハンドメイドアクセのスペースとかあるぞ。もし次があるなら色々なエピソード入りで馬写真集を作って売ってほしい。よその牧場さんのは今回あるよ。これで競走馬 VTuber もできるな。全く知らん人からすれば何これ馬のコーナーあるんやが、って感じだろうな。コミケに来るような人が馬娘の存在も動物系サークルの存在も知らないとは考えにくいので。AR なら柵も壊し放題だな。そのうちメガテンの伝令みたいな存在になりそう。義務喜べ子供たち、今度倒産ソウルハッカーズの主役に抜擢されたんだ。MR なら大馬さんの体調の心配がなくていいね。馬ロボもちょいちょい作ってるよね。結構前にハマスタにも来てたはず。父さんな、3D で食っていこうと思うんだ。この親父いつも新しい食いぶち得てるな。親父は作代を稼がないといけないからね。食いぶちはいくらあってもいい。すべてを変えたジャパンくんの寝姿。JRA の人も来て参加者にインタビューしてたみたい。何聞かれたんだろ、アンケみたいなあれなのかな。JRA も企業ブースに出す事前調査だったり、JRA の人は一般参加だったのか、ベルサイユとして参加なのか、どっちだったんだろ。所属の名前出すってことはプレスかもね。CM ではぼかし入れられたのにこういうのでは大丈夫なんだな。人間の正規以外は一切モザイクのいらない場だからな。結局引退場により関心があるのはそっちの層と本業の人もわかってきているのかね。細々とやってきたネイチャドネーションの寄付が馬娘ブームで一気に増えたからな。既存の競馬ファンに訴えかけるより有望と判断してもおかしくない。ベルサイユコミケ出てたんか。引退馬の余生のために枕営業をするジャパンくんに悲しき菊花賞悠々自適な現在未来。マジで引退馬にとっては三冠馬以上の英雄だと思うわ。馬娘の解説動画も上げてるので、他の動画もぜひ見てくださいのだ。ぜひ、高評価、チャンネル登録お願いしますなのだ。最後までご視聴ありがとうございましたのだ。